カーチュンカーチュン60秒でバイク紹介お願いします。オッケー、わかった。フェルトの AR アドバンスド FR っていうのと AR っていうのがあって、 A はエアロの A ということで、エアロコンシャスなエアロフレーム。聞いてるか武井壮な、エアロフレームっつったらこれだ。これはまあお手本のようなエアロロードバイクで、オイル自体はリムハイトの高いものが完成車の状態でついている。レイノルズの AR58C だ。 58mm だから 58C。 なんつうのかな、やっぱちょっと分かりづらいとこがあって、 FR っていうモデルがあって、こっちはオールラウンドの FR ね。なんで分かりにくい名前にしてんだって話なのよ。キャニオンだったらエアロードとか、なんで AR とかボツ個性な名前をつけるわけよね。で、名前って世界圏が大事なわけね。例えばね、カンパニオールだったらレコード、コーラス、アテナ、ケンタウル、ね、ロマンチックな名前の方が盛り上がるじゃないですか。AR ってなんだって話ですよね。まあ、AR の A らしいですよ。はい。